それでは続いては部活中継です。今日行ってくれるのはブルーウェーブのお二人です。では呼んでみましょう。住川さん、4番サード西澤さん。はい、どうも、はい、ブルーウェーブです。本日もよろしくお願いします。ということで本日僕たちが来たのは県立兵庫高校となっておりますということで、まあ、本日紹介する部活は弦楽部となっております。もうなんか中で練習してるんですけど、はい、はいはいはい、なんか綺麗な音聞こえてますか。そうですね、聞こえてますか、最初の皆さん。いや、二人の声しか聞こえないからちょっと黙ってよ。わかりました、わかりました。じゃあ早速中に入ってみましょうということでね。はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、すごいですよ、すごいですよ。あら、お、弦楽部でございます。弦楽部でございます。あ、素敵。弦楽部ね、向かい合ってなんか演奏してますね。皆さんが向かい合って練習しているようでございますが、こちら何でしょうね。なんでこんな向かい合うんですかね。確かに素敵な、なんでこんな1対1みたいな感じになってすごいこれ、あーでもすごい、いろんな派閥がね、あれ、みんな向かい合ってますね、こちらも。さあ、ということで素敵な演奏中ですが、はい、一度お話を聞いてみたいと思います。皆さん、お話伺ってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。いや、ということで あんまりウェルカムじゃなかった。そんなわけない、そんなわけない。演奏止められて急にノイズが入ったからね。誰がノイズなんですか、ということで。部長の黒川さん。黒川さん、はい、お願いします。あ、いや、なんかちょっとこれ向かい合って演奏してたじゃないですか、うん、これはすごい仲がいいってことですか。仲もいいんですけど、はい、弦楽器は、演奏するときに、その演奏してる動きとかもお客さんにとってはすごく大事なので、はいはい、演奏する動きもしっかり揃えられるように向き合って演奏してました。互いがあったんや、はい、じゃあ、ちょっと一回じゃ同じ動きになってるか見てみたいんで、もう一回だけやってもらっていいですか、はい、じゃあ僕らそれをチェックしたらいいですね。そういうことですね、同じ動きになってるかどうかを。じゃあお願いします。やありがとうございます。揃ってた。この練習することによってみんなの動きが揃ってくるんや。いや、なるほどね。ということで、楽器がいろいろあると思うんですけど、4種類あるって聞いたんですけど、ちょっと楽器を紹介してもらってもいいですか。あります。まずここがバイオリンです。あ、出た、バイオリン。それは拍手するでしょう。続きまして、はい、これがビオラ。ビオラ、おお、すごい。初めて見た。一緒じゃないよ全然。はい、次はこっちがチェロです。ああ、チェロ一緒やん。どこがやねん、全然違うでしょ。さあ、そして最後にコントラバスです。ああ、コントラバス、でかい。すごいこれ。でこちら楽器でいろいろ特色があると思うんですけども、そちらをですね後半たっぷり紹介したいと思いますんで、うん、皆さん後半もぜひぜひお楽しみに。よいしょ、後半もすごいよ。レッツオーケストラ。なんだこれは。ではここから再び部活中継です。今日は県立兵庫高校です。まあ、兵庫高校というと旧神戸二中ともなる、まあ、伝統校ですよね。そして、まあ、校訓が質素剛健、もう真面目で実直、自重自治、自らの行動を律するという学校です。それでは呼んでみましょう。ブルーウェーブの住川さん、4番サード西澤さん。はい、どうも、ブルーウェーブです。ということでですね、県立兵庫高校の弦楽部の皆様にお邪魔しておりますので、皆さんよろしくお願いします。いやー、こちら兵庫高校の弦楽部なんですけど、こちらすごいですよ、はい、文化祭や定期演奏会などでね、校内で演奏することはもちろんなんですが、あと校外でもね、演奏会を行うなど精力的にね、いろいろ活動してるらしいんですよ、こちらね。いや、見てください、すごいですよ、こんな大きいホールで。ということで、副部長の村岡さん。村岡さん、あら、よろしくお願いします。やっぱり校内で演奏するって緊張しますか。そうですね、やっぱり私たちの演奏を楽しみに来てくれるお客さんを前にするとすごく緊張するんですけど、うん、演奏してる最中はみんな顔を見合わせて笑顔で弾くことを大事にしているので、うん、あの練習が生きてんねや。そうですね、いや、楽しくできてんねや、はい、いや、すごいね。いや、うん、僕ら漫才中緊張に負けてるからね、普段ね。見習いますわ絶対ね。いや、そうですよ。いや、ありがとうございます、はい、ということでね、なんか先ほども楽器の方紹介していただいたんですけども、うん、改めてまた紹介していただいてもいいですか。はい、まずあちらがバイオリンです、はい、あ、バイオリン、はい、続きまして次がビオラです。ビオラ、はい、
で、こちらがチェロです。出ました、チェロ。チェロで、最後がコントラバスです。コントラバス、いや、すごいよこれ。どうですか、スタジオの皆さん、どんな音が出るかとかあんまり分かってないでしょ。いや、決めつけるな、そんなの。どうだよ、思ってるでしょうか。思ってないよ、思ってないって。いや、じゃあね、実際ちょっと音出してもらいましょう。あ、いいですか、聞き比べさせてもらいましょう。じゃあ、バイオリンの皆さん、まずお願いします。ビオラ。次はチェロでございます。最後にコントラバスお願いします。いや、ありがとうございます。そうですね、もうバイオリンから順に低くてね、うん、いや、それぞれね、個性があって素晴らしかったですね。違いがね、そうですね、でも楽器も大きさも違うんで、演奏する時のポイントもやっぱそれぞれ違うと思うんで、はい、早速、まあね、話を聞いてみましょう。いきますか。まずバイオリンの皆さんに聞いてみましょう。はい、安藤さん、安藤さん、安藤さん、よろしくお願いします。バイオリンを演奏する時のポイントの方お伺いしてもいいですか。はい、バイオリンはすごい小さな楽器なんですけど、うん、そうね、すごい華やかな音でメロディを担当することも多いので、はい、オーケストラのリーダー的な存在になってます。なるほど。それ どうやって弾くか、コツとかあるんですか。弦と弓を、うん、直角にして、直角、うん、こうとかこうじゃなくて、このまま直角にするのが一番重要なポイントです。なるほどね。じゃあそれを踏まえて一度聞いてみましょうか。はい、お願いします。一度お願いしてもいいですか。はい、90度。なるほど、綺麗。90度か、演奏する姿もね、なんか綺麗に見えるもんね。なんか今回ね、なんか体験させてもらえると。あ、いいんですか。はい、こちら。嘘だろ。やめとけ、やめとけって。毎回西澤さんがチャレンジしてたんです。いや、安心してください。毎回西澤がしてたんですけど、もう何回も失敗するんで、今回僕がやらせていただけるということで。いやいや、もっと心配だわ。じゃあいいですか。もっと心配。なんでなんすか。なんでもっと心配なんですか。じゃあ踏まえてね、今の。どうしたらいいのこれ。ほら、もうダメじゃん。上の方に。ただ。こう。こう。そうです、そうです。で、90度ね。違う。絶対違う。直角って言ってましたよね、さっきね、弦と弓を。え？あれ？え？ちょっといけてたんじゃない？ちょっといけるなよ。初心者にしよう、めっちゃうまい。いける。ちょっといけるのやめろ。いや、ありがとう。弾いてる時、みんな弾いてたから。うまいこと言わんと言わんと。演奏なしとしてな。いや、ありがとうね、本当にね。さあ、続きまして、次は一番大きな楽器のコントラバスの島岡さんに話を聞いていただきたい、聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。お全然違いますからね、こちらね。ちゃんと持ってきたよ。持ってきたよ、これ。じゃポイントの方教えていただいていいですか。バイオリンは小さいんですけど、コントラバスはオーケストラの中でも最大の楽器となってます。弾き方 もう常に立って、でポイントは一緒で、弓と弦を直角にして、直角で難しいのが重力に逆らって弾くので、うん、そこがバイオリンと違った難しさになってます。聞いてみていいですか。はい、いや、素晴らしい。あれ待って、本当は西田さん挑戦する予定じゃなかったんですけど、持ってきてくれたよこれ。え、挑戦する予定やろ、そんな。言うな言うな、そんなことは。え、いいですか。西田さん、いける、やってみて。はい、お願いします。似合ってる、めっちゃ似合ってる。じゃあ、似合ってる、めっちゃ似合ってる。お願いします。手の動きが全然赤いよこれ。いや、顔だけやこの人。どうでした。あ、初めてにしてはいい感じだった。優しい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 。優
じゃあ1年生の皆さんに話を聞いてみましょう。あれ、先生、実はこちらにね、1年生の皆さんが集まっているといただいているということで、なぜこの部活に入ったんですか？入学して先輩方が、うん、楽器の体験会を開いてくださってて、うん、それで楽器を体験した時に自分で音を出すのってこんなに楽しいんだと思って入部しました。なるほど、入部、はい、入ってみて楽しい？どう？めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しいです。かわいい顔してる。ありがとうございます。早速みんな先輩の皆さんの演奏姿見たということなんですが、はい、ここは最後にですね、じゃあ先輩の皆さんの演奏をね披露していただきたいと思います、うん、演奏していただくのは映画パイレーツオブカリビアンのテーマ曲である He's a Pirate でございます。皆さんお願いします。これミステル神戸の時入場曲だよ。めっちゃ心に刺さる。思い出すわ。このオーケストラが入場したかったな。15日の土曜日、うん、神戸文化ホールにて、はいはい、私たち3年生の引退公演である定期演奏会が開催されます、うん、なるほどね。定期、誰でも見れるんですか？誰でも見れます。ただお値段の方お高いんじゃないんですか？高いじゃないですか、もちろん。何の番組やねん。え、おいくら？無料、入場無料です。ありがとうございます。地域の皆さん聞いてほしいもんね。はい、そうですね。いや素晴らしいですね。じゃ皆さんぜひぜひね、はい、こちらお調べてください。ということで、はい、兵庫高校のからお届けしました。皆さんありがとうございました。スタジオにお願いします。ぜひぜひ見に行ってね。すごいよこれ、頑張ってね。卒業公演スタジオの開始します。いや、ガクトさん、ミッセル神戸の入場曲で心が踊ったんじゃないですか？いや、めちゃめちゃ嬉しかった。もう今日は俺のために弾いてくれたみたいな感じだよね、きっとね。いや、小坂さんどうでしたか？いや、おい、かっこいいですね。かっこいい、心震えた。いや、あのオーケストラで入場してたら、はい、俺もっと活躍できてたわ。あー、じゃあもっと弾いてもらわないといけない。言葉に困るな。まあ、ただ情報としてですね、6月15日の土曜日に神戸文化ホールで無料で演奏を聴くことができるということですね。兵庫高校の演奏を聴きに行ってはいかがでしょうか。